まったくもう早く帰ろう。パン、ドクロちゃんもそろそろ蛇口に口をつけなくても水飲めるようになろうよ。じゃないと思い出しちゃう。思い出さないよ何も。僕が言いたかったのは蛇口に直接口をつけたら衛生的に良くないってことで。それはさくらくんもこの蛇口で同じようにお水が飲みたいってこと。全然違うよ。え、いた。大丈夫か誠。マジでダメ。まあなんつーの、俺の趣味を理解してんだよゆりちゃんは。よかったじゃん。おいバカ、どこ投げてんだよ。お姉ちゃんまたおっぱい。いけ。あー妹だ。よつはー、恥ずかしい。とにかく中へ。なんだこれ、おい。どうしたんだ、すごいな。雨ですね。アンナちゃん、普通って何？それは、つまり、アンナちゃんの目の色。どうしたの？よく見るとすごく綺麗。ちょっと青が入ってて、まるで外国。いい加減放っておいてよ。え？太っちょ豚。私はですね、よそ様の息子さんを預かっている責任上、こういう…何するんですか。出てけ。なんで僕の分がないんだよ。なんで僕の誕生日なのに。あらあら、あれだって1、2、3、4、5、6、あ、6人だ。ケーキは1、2、3、4、5。数を間違えちゃった、ごめん。ああ、シンジだけじゃなく機械人魚みたいなあんたにまで同情されるとは、この私も焼きが回ったわね。私は人形じゃない。うるさい。人に言われたまま動くくせに、あんた怒り司令が死ねと言ったら死ぬんでしょう。そうよ。さあ拳銃を捨てるんだ。さもないと娘の命はないぞ。ジミー、拳銃は捨てないで。私はどうなってもいいわ。パパの仇を討って。おお、いい度胸だ。おわんか、撃てるものなら撃ってみ。よーい、撃て。
んだ君は。ムカムカはまだ赤ちゃんなのよ。まだいいことも悪いことも何も知らないの。だから許してあげて。悪いことした罰なら私が受けん。ダメだね。そんな迷惑な恐竜はこの世からいなくなった方がいい。せっけせっけ。今何した？大体寝てたはずじゃないの？何勝手に充電してんのよ！お世話になります、ブタさん。お前今わざと間違えただろ。ごめんなさい、わざとじゃありません。この子なかなかやるじゃないか。やっぱり断る。もうバカバカうるさいんだよ。ミオちゃんは半年やそこらの付き合いで私の何がわかるっていうの。あんただって私の絵の何がわかるっていうの。わかるよ。そんな絵が上手かったら漫画家にでもなればいいでしょ。王はくっつき能を。くっつきって何？くっつき？口を開けるとか尻尾を持つとかいうように使うのよ。口とか尻尾とか他の言葉にくっつけて使うからくっつきの。そうか。じゃあ尻尾をかじるとか。ろくに手も握らせない男のことで泣くはわめくはどうなってんの。あんたみたいなめんどくさい女から男取るほど私物好きじゃないわよ、バーカ。じゃなくてロボットとウチャタヌキ？かわいい。おお。よよ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 よ。綺麗な女の子もじゃ。とても地球人とは思えないもじゃ。母さんが留守になると。いらないのはあなたの方よ。あなたがいるから、あなたがいるから。あの人を。やったー。10点と100点を間違えるなんて結構慌てんぼうなんだ、はるなさんって。校内オークションの目玉予定だったルネの花瓶が。困ったね。これ800万円からふっかけようと思ってたんだよね。800万円。おい飯、これなんとかしろ。ほらね、結局捨てちゃうのよ。もったいないわね。捨てちゃダメねえお母さん。あんたが避けたんでしょ。そんなこと言うなら今度からちゃんと食べなさい。うちの子はみんなわがままだよ。あらしべ長者って知ってっか。俺も知らないんだけどよ。知らないんだ。どうもカホは寝て待てってことらしい。昔の人はいいこと言うもんだ。ちょっと真面目に聞いてんですか。うわ、前に撮った写真すごい反響なんだよ。みんながミキちゃんのことを知りたがってさ。遅くなってすまない。この5人が現在の。バーン。何の真似だ。もし私がキラだったら死んでますよ、八神宗一郎さん。キラが殺人に必要なのは顔と名前。そんなことはもう分かっているはずでしょ。ライト、ハートを呼んできて。
結構集まったし、今日はもう帰りましょう。わかった。川の方に行くって言ってたから連れてくるよ。お母さんは心配しないで待ってて。殴り倒してやる。あかね、どうしたの？そんなもの持って。お風呂に痴漢が入ってる。素手で叩きのめせばいいじゃないの。怖くてできるわけないでしょう。あ、やめて、見ないで見ないで。あかねちゃんのヌード。あなたもしかしてアマサン星人？ああ、あれ言ってなかったっけ、俺の名前。言ってない。だって表に西って出てた。あれはおじいちゃんの名前だよ。俺はアマサワ。ひどい不意打ちだわ。洞窟の生き埋めよ。空が落ちてきたみたい。何バカなこと言ってんだよ。お前さんの前にあるクマってもな、そら偽物。俺の部下ってものはこっそりとすり替えといたんだな。これがまたこの勝負俺の勝ち。ルパンめ。刺激したいか。奴は興奮してるんだ。クルーズの雲の中じゃ放電まで始まってるんだ。シストタンクの到着を待て。おい、よし、働いて。死に水は俺が取ってやる。シュート出し抜かれるなんて怖い。グッ、そうだ、トビオを生き返させる。ロボットを作るのだ。わしの命を懸けた最高の科学芸術品。トビオ、永久に死なないお前を作ってやるぞ。永久に死なないお前を。ガンダム、私の同志になれ。ダダーも喜ぶ。何を言ってるんだ。うわあ、やだ、スカートなんて気持ち悪い。私が毒味をしてみよう。あごあ。ペペ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 、いてててお腹痛い、てててて。というわけでこんな腐った餌は食べない方がいい。ねえお母さん、もっとマシな餌取ってきてよ。ハンバーグとかコロッケとかさ。なんだって。ハンバーグ食べたいよ。はいはい。よくも不細工のくせに殴ったな。このスカシー様に危害を加えていいのはオイルの滴るような美少女だけなのだ。言ってろこのタコ、去年まで年収便テレだってくせに。あー、言うてはならんことを言ったな。おばさんはずるい。園長先生には私のお母さんになりたいって言ったくせに。信じられないの？お父さんの仕事は当たり前だよ。あんな父親なんて。あれ、やっぱ欲しかったの？いらないったらいらないわよ。ストッキン。何？もしかしてダイエット？違うわよ。なんで私がダイエット？ありえないでしょ。君たちはそもそもここへ来たのは人を怖がらせるためだろ。なのになんでそんなにのんびりしてるんだ。君たちは世界を怖がらすために生まれてきたんだぞ。
それを忘れて何が妖怪だ。それでも一人で頑張んなきゃって思ってたのに。バラ見たら思い出しちゃったよ。あなたはカジ君の寝顔に安らぎを求めていたのよ。違う。カジ君のぬくもりに安らぎを求めていたのよ。違う。カジ君の腕の中に父親を求めていたのよ。違うわよ。